ね、あの赤レンガ会場なんですが、個人的にすごく大好きな会場でして、なんつってもあのお客さんパンパンっていうのもありますけども、あの私たちチーム人数的にもね、すごくなんかサイズ感が良くてですね、で今日はですね、あの3回目の演舞になるんですよ、私たちは3回目の演舞になるんですね、まあ、だいぶ温まってきてんじゃないかと思います、ね、だいぶいいものを見せられるんじゃないかと思う皆さんね、期待して見ていただければいいなと思っておりますので、それじゃあ挨拶参ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エース、時は来た、暗雲を突き抜け表したその姿は、真の平和と確かな未来をその翼に映す、強く輝き熱く羽ばたけ、その命燃やして、踊るはホーライブスイッ。となる合いながら前に進んで、争いで高みを埋めるものならば認め合い、共に高みを目指すこともできるみたいな言葉が、その名でもって意味をなすのならば、輪をつなぎ全てが平らになれる。赤とカモメに問えば、私は立つ鳥波に野菜や、さあさあさあ、男の子の名護尺の体さっと踊り出せ、波のさあ俺の一夜はどんどん枕、明日は船の波まふう
お客様に感謝を込めて、ありがとうございました。ありがとうございました。エースの皆さんでした。